ようございます。3度目のおはようございますです。ちょっとアイロンして髪の毛がちょっとサラサラになった、さっきより。ということで締め飾りを作りたいと思います。でね、どのようにして作るかと言いますと、まあこれがね、その元になるものなんですけど、まあちょっとまずこれを丸くするところから始めるんだけど、うわっ、うわっ、抹茶の匂いがする。すっごい、これ何の匂いなんだろうね。これさ、なんかお化けみたい。これ何に使うんだろう。おはようございます。めっちゃ抹茶み、あ、畳だ、畳と抹茶の混ざった匂いがする。これを多分これをこうするんだよね、きっと。丸くすると思うんですけど、ちょっと針金を、針金を一回外して、おはようございます。めっちゃいい匂いするんですけど、これ私の好きな香り、畳の匂い。ちょっと待ってね、先に丸くします。あれ、これさ、針金短くない？おはようございます。え、なんかさ、これ針金短くてさ、丸くできない。どうしよう、これどうするべきですかね。あ、これってグルーガンで止めたらいいのかな。え、これでも止めれないか、さすがに。え、グルーガンってどれぐらいの強度なの、強度どれぐらいですか。イグサの匂い、これ。あ、分かった、この針金に刺したらいいんだ、きっと。ちょっと待ってくださいね。あれ、待って、ここで手こずるとは思わなかった。あ、できた。ちょっとお待ちくださいね。私これ完成したらちょっとお正月飾ります。
これさ届かないんですけど。あ、でもいけそう。時間なので仕事行ってくるね。お、頑張れ。今日もお仕事頑張ってください。頑張って、だってありがとう。ねえ、これさ針金痛い。ちょっと待ってくださいね。これなんかさ、なんかないかな。ペンチみたいな。あ、できたできた。まあとりあえずできた。ここ横に。よいしょ。できたできた、できました。いい感じじゃない。オッケーオッケー。でまあどんな風にしていくかっていうと、ですね、10種類の材料があるんですよ。なんかいろいろお花とか、なんかいろいろその他もろもろ10種類あって、その中か。でもこれ大きさ的にそんなに大きくないから、なんかいい感じにできるまで4、5種類ぐらいその10種類の中から4、5種類ぐらいをこれに飾り付けしていきたいと思うんですけど、投票でね、皆さんに好きな数字をちょっと選んでもらおうと思って、これ材料に番号を振ってるんで、どれになるかは皆さん次第って感じで、ちょっと今から1から10まで一番好きな数字を皆さんに初めまして、星投げと50カウントよろしくお願いします。そうだから今からでは皆さんに1から10まで好きな数字を投票してもらいます。投票スタート。何に数字振ってあるかは見せないんだよねって、見せたら面白くないからね。分かったらダメだから、何でもいいから好きな数字を投票してください。なんか調べたら、しめ飾りっていろんな、あ、落ちちゃった、いろんな種類あるんだなって思って、なんかおしゃれなやつから、なんかちょっと和風な感じとかいろいろあって面白いよ。どんなものができるのでしょうかね。ちなみにこれさ、なんだ、何一緒に付属されてたんだけど、裏飯屋なんかお化けみたい。
5、4、3、2、1。8番だ。意外。ちょっと1回ずつ投票していくから、あ、でも まあ、ちょっと待って、一応ちょっとメモしとく。8、7、5、8、7、5、3、6、9ね。OK。おはよう。え、イベント中に投票ダメなの？嘘。そんなことある？ダメなんですか？なるほどね、星が投げられない。まあでもちょっとの時間だったら、星のそんな関係ない時間以外だったらいいのかな。短めで、わかった、じゃあ短めで投票するね。ってことで8番のもの、どれだ8番。あ、え、急になんかむずいやつ来た。8番こちらです。しだれ梅。なんかビヨーンってなってる。え、なんかおしゃれになりそうだこれ。投票じゃあ今ので終わりね。一応メモしたから、8、7、5、3、6、9の順番でいきますね。一応これは梅で、これをねどういう風にデザインするかが重要なんですよ。これがですね重要なんですよね。おはよう、おはよう。10連途切れる。なるほどね。じゃあもう投票はもうしません。今のやつで順番決まったから、それで5個ぐらい、5個か4個か5個か6個ぐらい決まったから、それでするね。これさ短く切ってちょこちょこつけるか、長いやつをビヨンってつけるか、これはセンスが問われます。でも長いやつさビヨン、あ、これを巻きつける。え、よくないですか巻きつけるの。あ、よい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 、これはおしゃれ、おしゃれになりそうな感じがする。ちょっと私のセンスに私のセンスにちょっとこれは私のセンスが試されている。おしゃれなのできそうじゃない。ちょっと一回これ切ろ、一回切って、お仕事行ってらっしゃい、頑張れ、頑張ってね。
これを巻きつける。でもいい感じに。なんかさ、これさ難しいな、場所が。どういう風にしたらいい。分かった、もうちょい下、もうちょい下目でやる。もうちょっと下から。どうなりますか？どうなりますか？あ、よいよいよいよ。じゃあちょっとこの辺からちょっとグルーガンを使ってみたいと思います。一回ここで置いといて。使えるかな、私使えるかな、グルーガン使えるかな。仕事行ってくるね、頑張れ、一緒に頑張りましょう。おはよう。あれ、これどうやって開けるんだ。初めまして、ありがとうございます。おはようございます。あれ、説明書あった。別売りスティックを本体の挿入口から差し込み、何度かトリガー、トリガーが動かなくなったらコンセントを差し込んでください。まずは先にこちらのこれを入れるみたいです。スティック、痛い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 。開かない、開けるのむずい。これを本体の挿入口、普通にここでいいの？から差し込み、トリガーって何？
トリガーって何ですか？トリガー知ってる人いる？トリガーってこれ？これ？あ、これだ多分。何度かトリガーを引き、トリガーが動かなくなったらコンセントを差し込んでください。動きません、もう動きません多分。え、これが完全に動かなくなったらってことかな。もういいのかな、それとも、いやもういいなきっと。5分程度で本体の温度が上がり、トリガーを引けばグルーが出るようになります。溶け出たグルーは数秒で固まります。だって怖っ。では約7年ぶりの待って、5分待つのか、時間終わっちゃうぞ時間終わっちゃうぞ。これはでもなんかだんだん暖かくなってきてる。ちょっと待った、まずは第一段階でちょっとここをつけたいと思います。先にここをつけて、一回ここでこれを固定してしまえば、ここからまたぐるぐる巻きつけるだけなんで、一回ここをか止める。まずは、いいと思うので、待って待って、ちょっとさ、もうすでにいい感じじゃない？もういいかな？まだ1分ぐらいしか経ってないけど金具をつけたらいいらしい。あ、熱いからちょっと。あ、でもこれ、あ、同時進行はできん。もういいか。ちょっと一回やってみます。一回つけてみるよ。どういう感じで、ここか、ちょっと待って、まだ出ないかもしれないまだ出ないかも。まだ出ない。あれ？あれれ？
って今抑えてる、今抑え中。なんか学生時代を思い出している。こういうの作るじゃないですか。あーすごい固まった、感動感動。ここくっついたよ、これ、このお花すごい感動感動。じゃあちょっと次こっち行きます。あ、でもここもつけなくても大丈夫かな。ちょっと一応つけとこう。でよ、おーすごっ。ここで押さえて今ちょっと止めてます。待って、グルーガン無敵すぎる。いや、無敵だな。やばい、45分になっちゃった。ランキング読まなきゃ。ちょっとランキング読みます。待って、早っ。13位猫パンチさん、ありがとうございます。12位りょうさん、ありがとうございます。11位ラブリー48さん、ありがとうございます。10位ブルーウィングさん、ありがとうございます。9位あきぽんさん、ありがとうございます。8位ツッキーさん、ありがとうございます。7位イケピスさん、ありがとうございます。6位ブンゴさん、ありがとうございます。5位ヤドくん、ありがとうございます。4位グレートマンさん、ありがとうございます。3位サユッチャさん、ありがとうございます。うわ、2位韓国語だ、わかんない。韓国カムサハムニだ、ありがとう。そして1位はギャーグルーガンが垂れてきた。うさやさん、ありがとう。ありがとうございます。皆さん、じゃあちょっと、やばい、ズボンに垂れた、ズボンに垂れた。じゃあ皆さん、ありがとう。キャーありがとう、バイバイ。ちょっとパニック、ちょっと一回切ります。